はい、じゃあ一回第一ターミナル行ってみたいと思います。ターミナル、ママはカメラのバッテリー忘れてる。あ、そうな、うわー、そう、充電してとりあえずまだ国際線行ってみたいと思います。インターナショナル、ほんまや、かっこいい。お、ちょっと外国人のパイロットです。かっこいい。国内線、ドメスティックがまっすぐですね。国際線行ってみたいと思います。まあ今回どこも行きませんけど、僕らはこっち行こうか。こっちがドメスティックね。で、まあ、よかったな、厚着してきて。あ、そう、インターナショナル、とりあえず国際線。行ってみたいと思います。そうそう、そこ行くんやろ。無料シャトルバスやろ。あ、まあ、まあ、ほな無料やったら行ってみず、見ようぜ。あ、僕らは今日これを見にね、来たんです。スカイビュー。これでも先行く？それかスカイビュー。先に行く？あ、ちょっとでももう国際線だけちょっと行って。第一ターミナルここやし。はい、国際線。ここがあれですね、リムジンバスの乗り場。これがタクシーの乗り飛行機の尻尾が見えます。飛行機の尻尾が見えます。よし、これ上行こうぜ。今日どこも行きませんけど、ちょっとロビーだけ。はい、こっちがアライバルゲートです。アライバルゲートね。これはクレインシーエクスチェンジ、クレインシーエクスチェンジ、両替ですね。こっちが国内線。インターナショナルデパーチャーズ。やられたらもうやられっぱなしだと思う。黄色い線の内側に乗り、赤い線を大丈夫。で、飛行機いるね。あれがリムジンバスですね。はい。はい、インターナショナルディパーチャーズ。これ韓国の。中国語、ね、
し、じゃあちょっとぐるっと回ってこようか。これは穴ですね。行きたくなるな。抱っこする？じゃ、うっとっとっと。見てるよ。ねえ。愛する我が娘ができてからどこも行ってないんでね。どれ？あ、お前や。これ。動いてるよ。はい。ほらほら動いてる動いてる、ほらほら回りそうで回らないっていうね。扇風機、ね、みんなどこから来たんだろうね。よいしょ。ほら、ああ、よいしょ、ドイデューティーフリー。あ、これ足穴航空、足穴航空カウンターですね。ほら見て、ほら見て、見てるよ、見て見てる見てる、よし、よいしょ。ママほら見て、すごい、くるくる、あ、くるくる、あ、これデルタ航空やって、ほら、足穴やったから、あっちちゃん、なんか間違ってない、あ、いや、あ、いや、あれはセブン行った時、エアプサンやったけど、なんか別のところなんか書いてあったよな。はい、マニーエクスチェンジがここにあります。クレンシーエクスチェンジ、ここはどこでしょうか。そやな、多分展望台にもあるんじゃん。これはどこからどこの航空会社かな。あ、エアフランス、あ、違う、エアチャイナ、エアチャイナです。ココロちゃん中国、そして世界へ、やーチャイナ、あ、ほんまや、ベトナムエアライン、ベトナムエアライン、面白いね、スカイプライオリティあ、フィリピンエアライン、フィリピンエアライン、中国南方航空、バナナ、バナナ、バナナかな、あれ黄色だね、黄色。ちょっと一番あっちまで行って下行こうか。
中国東方航空、シンガポールエアライン、シンガポールエアライン、というわけで、今から国内線のターミナル行こうと思います。みんないろいろやってます。ちょっと荷物がどうのこうのなんでしょうね。飛行機あるよ、ほら。なんかあのお花の尻尾はどこかな。お花の尻尾。はい、じゃあ。どこどこ。ああそう、じゃあ国内線。何エアラインだっけ。台湾。おお、あ、タイガーか、そっか、ああなるほど、なる、ああそう、あのトトラっていうこと、タイガーエアラインなんてあるらしいですよ。まず僕は阪神ファンなんでね、どうしても気になりますね。まあ後でちょっと展望台行くので、うん、とりあえずあの国内線行って行こうか。あ、そうや、これで行こうか。ほんまやね。今、2階。ほら、行くよ、行くよ、下行くよ。ほら、吹き抜けのエレベーターです。国内線。ドメスティック。一番下がライバルゲート。くるくるしてる。あ、本店がくるくるしてるな。くるくるしてるね。すみません。はい、これが国内線。ジェットスターとかもここから飛んでいってんだな。ジェットスターは LCC だな。でもなんかあの LCC だけど、なんかあのそうターミナル2はもうピーチ、ほとんどピーチっていうからさ。うん、ジェットスターのあるやん、カウンター。はい、ここが国内線です。ファミマあります。ファミマあるし、ジェットスター、あれが日本航空で、あっちに行くとアナですね。お、ごめんごめんごめん、ちょっと行ってみようか。これ上に行くとお土産屋さんあるけど、まあ、帰りでいいか。あ、帰りでいいな。なるほど。なんかまずお腹いっぱいにしておこうか。じゃあ、多分展望台にも食べ物あるんちゃうかな。もう食べていこうか。分かった。穴のカウンターだけ取ってから。そうやな、そうやな。暗くなるかな。うん、なると。
あ、スプリングエアラインだって。春秋航空。ああ、へえ。バニラエア、へえ。ちょっとこの間だいぶ変わったな。チーズ、はい、チーズ、オッケー、うん、スターフライヤー、あー、すごい、かっこいい、かっこいい、まあ安いね。ほら、あ、ニコちゃんが大好きな。ニコちゃん。はい。でこっちが。が穴のカウンターです。はい、以上です。この上行ったらお土産屋さんあります。お土産屋さん、じゃあお土産屋さん行ってみましょうか。お土産屋さん続きはここクリックしてください。